ちょっと久しぶりでお家で困惑しながらもやってみたんですけど、自分の元の二重のラインも活かしつつ広げたいと思って、色味とかチークの位置を変えたりとか。こんにちは、みなゆいこと水方ゆいです。今回は可愛い系のギャルメイクを紹介します。ギャルメイクは結構久々にやったんですけど、可愛い目のギャルメイクができたと思うのでぜひ見てください。スタート。まずこれを塗ります。 RMK さんのメイクアップベースなんですけど、結構サラサラしてて保湿能力も高いのでお気に入りです。次にジェルクリーミーファンデーション RMK さんのを塗りました。今回はベースをしっかりとしていきたかったので、いつもより多めにまんべんなく塗っていきました。次にコンシーラー、メナードの 10PL リクイドコンシーラーを使いました。これもベースをしっかりめにしたかったので、コンシーラーもちょっと多めに塗って上からポンポンと叩いてなじませていきました。次にコスメデコルテさんのフェイスパウダーをのせていきました。ベースをしっかり塗ったので結構ベタベタしたりとかあるので、それを抑えるぐらいな感じで塗っていきます。次にアイブロウをやっていきます。キャンメイクさんのペンシルタイプのものを使ったんですけど、今回は眉毛をですねちょっと太めに描いてみました。で、なんか色もちょっと濃いめがいいかなと思って、眉尻の方を結構多めに描いて、太めのちょっとりりしく描いてみました。なんか細めの方もいるし、ギャルの中で太い人もいるしと思って両方やってみたんですけど、私の顔的にはちょっと太めの方がギャルっぽいなと思ったので、今回は太めに仕上げてみました。次にアイブロウマスカラ、ドリーウィンクさんのものを使いました。これはまんべんなく毛並みに沿ったり反したりを繰り返してまんべんなく塗っていきます。次にセザンヌさんのアイブロウパウダーでノーズシャドウとして使いました。これのポイントはですね、基本的にノーズシャドウってここら辺に入れるんですけど、それを全部入れちゃうともうなんか彫刻で彫られたような不自然な感じになってしまうので、眉の下ですね、眉毛の始まりの下ら辺とここら辺をちょっと濃いめにして、あとは上下にぼかしていく、左右にっていうのを繰り返すとナチュラルに凹凸が出るようになります。次にアイシャドウを塗っていったんですけど、今回はビセさんのシマーリッチアイズっていうカラーを使ったんですけど、これはオレンジとブラウンの組み合わせになっていまして、馴染むようにいろいろ色を混ぜて塗っていってたんですけど、大幅に言うと最初のアイホールと涙袋のところはちょっとオレンジ色が強めな感じにして、あとはこの二重の幅ですね、二重の幅はこのブラウン系、濃いブラウン系を自分の好きな色味まで混ぜて、まあ結構濃いめがいいとは思うんですけど、はっきりするので、それでこの半分から後ろ目尻の方まで二重幅のラインを埋めていきました。黒目の濃い色を入れると結構デカ目効果があるので、こちらの2色を混ぜて塗っていきました。あと目頭のくの字のところはキラキラのラメで塗っていって、そして下も同じようにオレンジ色の涙袋のところ全体的にオレンジ色を濃いめに塗っていきました。
下の目尻の方はこの黒いのを使った、黒いの茶色い濃い色を使ったんですけど、それはなんかこのチップの細い方を使って、結構際の部分をアイシャドウっていうよりもなんかペンシルライナーとかちょっとアイライナー的な感じで細めにでもぼかしながら入れていきました。そしてアイテープをつけました。このアイテープはダイソーで売ってるものなんですけど、1個ずつ切り離して使えるようになってるんですけど、シールがその1個だとちょっと大きいし目立ちすぎちゃうので、その1個の部分を半分にカットしてから自分の幅の広げたいところに貼っていきました。幅を作る時のポイントなんですけど、やっぱり元その人の皮膚の厚さとかにもよるんですけど、私の場合は結構欲張りすぎて上の方に貼りすぎちゃうとなんか腫れぼったく見える感じになっちゃうので、自分の元の二重のラインも活かしつつ広げたいと思って、何ですかね、目尻寄りのところは結構自分の二重に当てる感じ、シールは。でも目頭は自分の二重よりもちょっと上に感じで、こう斜めっぽくつけると結構つきやすいし綺麗な二重になるので、皆さんも試してみてください。私はもともと二重なんですけど、二重の人も一重の人にも結構言われていることが、なんか目の血行を良くすると跡がつきやすいので、うまく腫れないなっていう方とかいたら目のマッサージとかしてから使ってあげるといいと思います。そしてアイテープをつけたので画数じゃないですけど馴染むように上からアイシャドウを塗っていきました。基本的には二重幅の近くら辺に置いたので、テープ、その上から濃い色ですね、こっちの。もともとアイテープが結構明るいブラウンというか肌色みたいな色なので、こっち側はあまり足さなくても大丈夫なんで、目尻側のこの濃いところを上から塗っていきました。そしてアイシャドウの仕上げにアディクションのマリアージュをポンポンと乗せていったんですけど、これもテープがテープ貼ってるよって分かりすぎないように、なんかラメでごまかすっていうのもありますし、ギャルといえばちょっとキラキラも欲しいっていうのもありまして、最後に上からキラキラを付け足していきました。そしてつけまつげをつけました。今回はですね、結構ボリュームがあるものプラス束感があるものを選んでつけました。そして今回もちょっとこれは私長すぎるし馴染みづらいので、この最初の目頭の束を 1.5 個ぐらい切ってつけていきました。ラブライナーさんのライナーでアイラインを引いていきました。今回は二重幅も広げたので、ちょっといつもよりは太めにラインを描いていきました。そしてポイントはこの目尻ですね。結構伸ばしたんですけど、このピュッてやったところをそのまま下に下げる、下に斜めにこう、なんでここが三角形になるように黒く埋め尽くすと結構目が大きく見えるので、両方三角形な感じで埋めていきました。そしてラブライナーさんのマスカラを塗っていきました。これはもう下まつげにはたっぷりと塗っていきました。そして上はつけまつげがあるのであんまり塗らなかったです。でも塗りたい方は塗ってもいいですって感じです。そして上が終わったら、このス
三角形の上げて下げたところのそのままスタートみたいな感じで、ここからこの際のところから内側の黒目に差し掛かるかなぐらいのところまで薄く細く引いていきました。先ほどアイシャドウでちょっとラインっぽく引いていたので多少ブレてもバレないっていうのと、まあザ描きましたみたいな風にならないようにさっきのアイシャドウも塗っていたので、結構失敗してもごまかせたりしちゃいます。次にチークです。キャンメイクさんのリップ&チークジェルクリームタイプのものを使いました。これはですね、結構青みがかったピンクでして、なんか青みピンクってギャルのイメージがあったので、このチークを使ってみようと思って、いつもは結構内側にチーク入れたりするんですけど、今回は外側にこういう形にですねポンポンと乗せていきました。で、頬の一番高いところには結構濃いめにこっちのチークを塗っていきました。チークの形、今回こういう形にしたんですけど、いつもは内側に乗せるので幼いイメージになるんですけど、今回ギャルということで甘めだけどあんまり幼すぎるのはどうかなと思って、ちょっと可愛い目だけど幼すぎないという形がこれになりました。そしてジェルスチュアートさんのチークを重ねていきました。先ほどはクリームタイプのチークだったので、結構何ですかね、スタンプ押されましたみたいなこうポンって乗っかっちゃってる感じがあるので、それをぼかすためにもこの同系色の色で今度はお粉でこう混ぜてぼやかしながら形を整えながら塗っていきました。最後にディオールのアディクトグロスを塗っていきました。これもですね、なんか色味がチークと合わせたいなと思って、このリップを最初にこのギャルメイクで塗ろうって思ったぐらいちょっとギャル発色で、だからさっきのチークも青みというかこの色に合わせたんですけど、なんでこれを結構ねたっぷりめに塗っていきました。そしてヘアなんですけど、今回はまあ普通の地毛をですねミックス巻きにして、顔周りもここは内巻き、前髪もちょっとカールして置いといて、今回フルのウィッグを半分に畳んでですね、何ですかここの部分だけを畳んで自分の後ろにこうつけました。で、このつける時に地毛をこの中でくるんってしたんですけど、それは土台を作っていて、ウィッグ半分しかつけてなくてピンでしか固定してないとだんだんこう後ろに下がってきちゃうんですよ。それを下がってこないようにするために最初に土台を作りました。そしてこのハーフにした理由は、ナチュラルだけどボリュームを増やしたいと思って、この半分は地毛を生かして、あとは後ろはウィッグに任せてもらって預けまして、はい、毛量を増やしました。これがね地毛でね、これがウィッグなんですけど、このくるくるなんか交差とか刺しながら、あとヘアアクセでちょっとごまかしながらってやると馴染みやすいので、そんな感じにしてみました。カラコンはヴィーナスアイズさんのメガキュートブラウンを着用しました。これは縁が結構太いのと直径が 14.5mm で大きめなので、ギャルメイクに合うなと思ってつけました。可愛い系ギャルメイク、皆さんどうでしたか？ちょっと久しぶりでお家で困惑しながらもやってみたんですけど、思い出しながらやってみました。とポイントはですね、やはりなんか二重幅が広い方がギャルっぽいというか、メイクが濃くできるので二重幅を広げたりだとか、あと色味とかチークの位置を変えたりとかしてみました。簡単にできるので、よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。深
他のメイクもたくさん出ているので、よかったら見てみてください。それでは、バイバーイ。